物理式の場合は、例えば棒に違いでいる、ひがみさん、善良な人、それでこの合わなしいは何て言われているかというと、道具に違いでいく、良い人、道具に違いでいくと言われている、良い人、あの方は良い人です、亡き夫の友人、良き人ですとこう言ってるんですよ。ドスエスキーがボーイチャーベイフとかいい人、ボーイチャーベイフとかって要注意なのよ。あ？だから今ここであなたはいい人ねって言われてたら気をつけてもいいですね。言われてるの。女性はいいよ。男に言われたらいいね。どうしようもないもんな。あなた本当にいい人ね。ただそれだけでどうしようもない。だからドスエスキーの場合はそういうこともあるので、それが隠されているということですね。だから我々の告白を読み込んでいくと、いろんな秘密がそこに埋め込まれているんですよ。実はイヴァン閣下がソーニャのそれを奪った男であったり、そしてソーニャが普通のね、若い女の子が日がない一日真面目に働いてもどれだけの稼ぎになりましょうかと、日にね、15カペか1500円稼ぐのがどんなに大変かと、あの男なんかがね、下というものを持っていけば、営業の寸法が違うのか何とか言って、なかなか金を払ってくれないと。それは現実だって言ってるんですよ。というと、プリヒューリアってそうなわけじゃない。年金120ドルで2人のね、子供をね、育てられますか？どうするんだよ。そうすると、罪と罰は13日間の物語で、上中下3巻あるから、何でもかんでも書かれているように思うけれども、実はものすごい膨大な闇をはらんでいる小説だということになるんですね。だから私は今日何を書いてるか、罪と罰論を書いてるわけですよ。今日もまた。ね、なんでこんな毎日毎日書いても書ききれないのかというぐらい、豊穣なる世界なんですよ、ドスエフスキーの文学は。そうすると、一人のね、男が、少年時代から70になって、神経痛に襲われながら、ドスエフスキーの文学を、ね、誰かに頼まれてるわけじゃないですからね。私は、本は金を出して本を出してますけど、印税が入ってくる本なんてほとんどないんですね。ねえ、大森さんね。消費者なんて1冊か2冊はありますけど、ほとんどないんですよ。だから自分の本当に好きなものを、ね、自分の本当に研究したいことをやり続けるってことと、金はうちにつかないんですよ。ご飯と目額の生き方なんだよ、私は。なん、だけど私は、先ほどの展示会でもそうだけど、いろんな人がね、いろんな風にね、やっていただいたので、本当に感謝の気持ちでいっぱいなのよ、私は。ね、だからそういう風な生き方、まあいいかなと思ってるね。多少痛くても、この痛みを糧にしてまた書いちゃうからね。もう入院中、何が一番嬉しかったかっていうと、痛い痛いんだけど、ソーニャという女性がものすごい身体表現の激しい女だっていうことがありましたね。ソーニャってのはね、チーハヤソーニャって言われてるんだよね。静かな静かなソーニャって言われてる。チーハヤソーニャなんですよ。チーハヤソーニャ。おとなしい。静かな女だから、おとなしい女と思ってたけど。クリアさんみたいにそれ思ってたんだよ。ずっとね。ところがさ、自分は痛いだろ。身体感覚に毎秒毎秒襲われてるというかね。実にソーニャが身体的なね、反応のすごい女かってのがあるんだよね。もう甲高い声でね、叫んでたりするんだよね。いつも手を揉みしだいてる。飛んだりするわけ。こんなに動いてんだろう。暗黒武道のあれどころじゃないよって思ってね。そういうことが分かったので、非常に良かった。だから米川もそういう役だとね、ミラザルの復活の場面で、ソーニャは全世界に向かって、頭で演説してるかのような思いでね、言ったね、あるんですよ、文章が。なんで千早ソーニャ、おとなしい女がね、そんなね、演説の文章が全世界に向かってですよ。ありえないと思ったの。ありえるなと思ったんだね、どうなってから。信じます。私は、そういう感じだって言うんだよ。やってみます？だから、それまでは、信じます。ね。あなたがね、命でやり、ね、復活でやり、呼び去るべき人だと信じてます。こんなに言ってんだと思ったら、ところが、全世界に向かって言っててもおかしくないんだろう、そうでは。みたいなね、フィギュアとたちにお弟子さんにやってもらいたいぐらいの僧侶になるわけですね。だから同じテキストでも読み方によって全く違った場面になってくるということですね。
だから私は今こうやって神経質に押されていることを、これもまた独占しろ、お前その角度から書き続けるという、なんかあれかもしれないと思いますので、まあ、今後も取り付けていきますのでね。あそこにあの展示会場の前にあの10年かかってあの林芙美子の浮世論完成しましたので、ぜひもらっていってください。足りなければ研究心がありますのでね。じゃあ今日は、まあ、拙い話であれでしたけれども、ご清聴どうもありがとうございました。マイケル西さんから花束の贈呈があります。花束は清水先生といえばマナズルとダーリアの授業が懐かしいかと思いますが、ダーリアの花束を作りましたので、ではマイケル西さんから清水先生に